どうも、サワカンです。ということで、阪神タイガースドラフト2巡目、鈴木優斗選手交渉権獲得。ということで、この動画を最後まで見ていただければ、鈴木選手の情報が一気にわかる動画となっておりますので、ぜひ飛ばさず最後までご覧ください。ということで、早速行ってみましょう。まず鈴木選手の情報から見ていきましょう。創価大学鈴木優斗選手、173センチ84キロ、左投げ左打ちのピッチャー。小柄な体格から最速152キロを投げる大卒サウスポーということでね、まあ、1位で将来のエース候補を獲得して、2位で不足している左ピッチャーを獲得するっていうね、まあ、本当に理想的な指名ができているんじゃないでしょうか。鹿児島県出身で、鹿屋中央高校から創価大学に進学。高校時代にはね、県大会のベスト4まで行ったんですが、甲子園の出場経験はありません。創価大学では2年生からベンチ入りしていまして、リリーフとして登板。その後3年生から先発で活躍しまして、2020年の秋には MVP 最優秀選手、最多勝、ベストナインを受賞しております。すごいですね。ちょっとね、今回映像はないんですけども、大リーグのあのドジャース、クレイントン・カーショー選手をね、投球フォームのお手本にしていまして、創価大学の創を取って、創カーショーと呼ばれているらしいです。まあ本当にね、カーショー選手みたいにサイ・ヤング賞を3回ぐらい取るレベルでね、まあ、活躍してほしいですね。ということで成績見ていきましょう。15試合6勝1敗、74回を被安打38、74奪三振、40四死球、自責点16、防御率 1.95、奪三振率が9、吉四球率が 4.86 ということでね、まあ、これ大学時代の通算成績なんですが、3年生の秋の横浜市長杯では16と3分の2回を22奪三振というね、まあ、三振も結構取れるピッチャーでございます。ということでスカウトの評価を見ていきたいと思います。で、阪神のねスカウトはあんまりちょっとねコメント残してないんですけども、ある程度まとまっている、変化球もいい。で、ソフトバンクのスカウトの方は、緩急をうまく使えている、大学生の中ではレベルが高い、バランスのいい投げ方をしている、球種も豊富で好投手、独自のフォームで打者がタイミングを取りづらいのではないか。 DeNA のスカウトは、丁寧に投げていてカーブで三振が取れていた、試合を作れる投手、スライダーと同じぐらいの球速でチェンジアップが良かった、右打者の外にうまく抜けていた、変化球を丁寧に投げていた、試合を作れる選手、ボールの角度がありチェンジアップで三振が奪えていた。中日のスカウトは、指のかかり角度がいい、先発だけじゃなくてどこでも期待できるとね、変化球をかなり評価されてまして、三振も取れるピッチャーという評価ですね。で、先ほど中日のスカウトの方も言ってたんですけども、先発だけじゃなくリリーフでも期待できるということでね、まあ、及川選手が来シーズン先発になるかもしれないですし、スアレス選手もねメジャーに行くかどうかもわからない、島本選手、佐伯選手も来シーズン帰ってくるし、どうなるっていうところで、まあ、こういったね先発中継ぎ両方できる選手、しかも大卒の不足している左ピッチャーということでね、まだわからないんですけども、本当使い勝手ねいい選手ですし、どこでも期待できる、まあ、本当に非常にいい指名なんじゃないかなと思ってます。で、ちょっとね今年のルーキーがすごすぎるんですけども、伊藤将司選手、去年2位で取って、今年これだけ活躍してますから、まあ本当にね同じ2位の左ピッチャー、まあ大卒と社会人はちょっと違うと思うんですけども、まあ本当にね同じようなポジションということでハードルは上がるかなと思うんですけども、まあ本当にね今年のルーキーたちがすごすぎますからね、はい、まあ期待はしすぎず、まあ期待はしますけどね、ちょっと見ていきたいなと思います。では今回もねツイッターで皆さんの意見募集しましたので見ていきたいなと思います。伊藤将司、高橋宏斗と三枚左腕でローテ入り、俺の大学の後輩です。森木と同じくこちらもザ・ゴーワン。いい時と悪い時の差が激しいのと、制球なんというほどでもないが、微妙な制球力が課題。和製干渉、うまく伸びれば井川圭投手のようになるかも。指のかかりも良く、角度のある球を投げられる。コントロールも改善されて安定しており、先発だけではなく中継ぎでも起用できるので、現場は使いやすいタイプ。下半身がしっかりしててパワーピッチャーです。二段モーションから最速152キロに投げれるし、変化球もいいけど、コントロールは悪いロマン型の左腕だなという印象です。パワーピッチャー、変化球を織り交ぜながらゲームを作っていく。コントロールはちょっと。角度のある直球を投げる投手、大野くらい成長してくれると思っています。ということで皆さんコメントありがとうございました。まあねちょっとコントロールが悪いなどねいろいろねコメントをいただいたんですけども、まあ阪神はね高橋遥人選手なんかコントロールが悪いと言ってね、まあドラフトの当時地雷扱いされたりね、あと青柳選手なんかもね最初ノーコンノーコンとか言われてたんですけども、日本代表までね成長しましたから、まあこの阪神のね左腕育成能力を信じてこれから応援していこうかなと思います。このチャンネルでは阪神タイガースが指名した選手、育成選手まで全員紹介動画出したいなと思いますんでね、特に阪神ファンの方はチャンネル登録よろしくお願いします。まあ、普段からね阪神についての動画とか生配信とかやってるんで、特に阪神ファンの方よろしくお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。次は第3巡目の選手でお会いしましょう。さようなら。